みちこさん、ついにお金貯まったんですって？引っ越すの？新築に？もう購入したの？え？お母さん、和也に聞いたんですか？まだ購入はしてませんよ。ちょっといろいろやっと調べたり、見に行き始めたくらいです。まさか嫁のあなたが新築購入のためにそんなに貯めてたなんてね。一括で購入するつもりなんですって？いや、全額ではないですけど、できるだけローンは避けたかったので、極力貯金を頑張ってきたんです。今まで貯めてたのってそのためだったんだ。ケチな嫁だなとは思ってたけど、理由があったのね。はあ、まあそうですね。もともと倹約家だったので、そんなに大変じゃなかったですけど。結婚してから15年節約して貯めてきましたよ。3000万くらい貯まったんじゃないの？金額はお母さんに関係ありませんよね。一体何が目的ですか？関係ないってことないでしょ？家族なんだから。はい？私もちょうど家が欲しいなって思ってたところだったの。一緒に住んじゃう？いや、お断りします。なんでよ。私は和也の母なのよ。そんなにあっさり断っていいと思ってるの？思ってます。無理なので。最初から同居は無理だって言ってますよね。だから必死で貯めてきたんですよ。私たちの家を買うために。じゃないと、あなたが実家に戻って同居しろとか言い出しそうなので。なんでそんなに私に対して冷たいの？ちょっと態度悪いんじゃないかしら？お父さんと離婚してから、和也にお金借りてますよね。それがどうしたのよ。息子なんだから支えて当然でしょ？借りてるんじゃなくて、もらったと思ってるわ、私は。勝手にもらったと思ってるだけじゃないですか。生活費はもともと送ってますよね。他のお金はあなたが借りて返してないだけですし、前にうちに来た時も勝手に金目のもの持ち出して。それが迷惑だし、怖いから同居は無理なんですよ。私との同居は無理と言いながら。自分はそこまで関係のないババアを家に置いてるでしょ。大場ですよ。関係ありますし、よくしてくれてます。勝手にそんな意味不明な人と同居するなら、私と住めばいいのに。お断りしますし、今は一時的に住んでいるだけで、私たちが家を買ったら出ていくつもりです。ここはもともと大場の家なので、体調を崩していたから同居してサポートしていただけです。どうでもいいけど、引っ越すときは私にも声かけてね。私も新しい家に住みたいから。お断りします。それでは失礼します。今日って美和子仕事の日だよな。え？何言ってるの？そりゃそうでしょ。だよな。変だな。何が変なの？母さんが今日遊びに来るって言ってたんだよ。だから美和子仕事のはずだよって言ったんだけど、大丈夫だって言うんだよな。美和子に連絡入ってるのかと思ってた。来てないよ、連絡なんて。大おばさんしかいないよな、家に。二人って面識あったっけ？ほぼなかったと思うけど、おばちゃんも和也のお母さんだったら家に招き入れるかもね。何事もないといいけど。ちょっとおばちゃんに電話してみる。大おばさんに迷惑かけて変なことになってないといいな。そうだね。なんだか胸騒ぎがするし、大丈夫だと信じたいけど。もう家買ったから。はい？今日大場を訪ねてどうしたんですか？何の用だったんですか？もうお金も払ったし大丈夫。意外と簡単に引き出せるものね。ま、全額は無理だったけど、少しずつ下ろすことにして、通帳とカードを見せたら契約はできた。これから全額払っていくから、このお金はもらうわね。何の話してるんですか？新築がいいって言ってたみたいだけど、この金額じゃ無理。私は建て売りを購入しましたから。あなたがどうしても住みたいんだったら同居してあげてもいいけど。だから、何の話をしてるんですかって。勝手に自分の家を買ったって一体どういうことですか？嫁の通帳を勝手に持ち出して家を買ったのよ。貯めてくれてありがとうね。
いや、全く悪びれずに報告してきてますけど、それが事実だったら本当に終わってますよ。その態度に私もさすがに仰天ですわ。まあ、今まで頑張って貯めてくれてお疲れ様。私はこれから新しい家で楽しく過ごすから、あんたが同居したいなら同居させてあげてもいいわよ。同居は絶対しませんし、通帳って何の話ですか？みちこさんの通帳の3000万で新築買っちゃった。嫁の金は姑の金だし、当然文句ないわよね。通帳はここにありますけど。え？今慌てて確認しましたけど、通帳なら家にあります。その代わり、大叔母のものがなくなってます。大叔母？今日あなたを招き入れたでしょ？旦那の母親だと信じてたから入れたんですよ。まさか泥棒だなんて思ってなかったみたいですね、おばちゃんも。何？どういうことよ。この通帳あなたのじゃないの？あなたの旧姓でしょうが。私の名前は美智子ですが、大叔母の名前は美和子です。見間違えたんじゃないですか？本当だ。じゃあこれあなたのじゃないの？この年でこんな金額貯めてるなんてムカつくわね。まあお金はもうもらったから私のものだけど。ここまで言ってもまだわからないんですか？自分がしたのは犯罪行為ですよ。自分が犯罪者だという自覚はありますか？取ったのは嫁と名前がほぼ一緒の大場のものだったなんてね。でもまあ家族だし同じだよね。同じじゃないし、家族でもしてはいけないことです。ちなみに大場がブチ切れてますよ。え？あなたには全額返済してもらうし、今すぐ銀行に連絡してカードも止めるそうです。そんなのやめてよ。まだ全部引き出してないのよ。引き出そうとしてる時点で頭おかしいんだって。他人のカードでしょ。暗証番号をカードと一緒に保管してたのは大場が悪かったけど、まさか身内に犯罪者がいるなんてね。そんな簡単に引き出してすぐに家を購入の手はずを進めるなんて、犯罪者の手口よ。そういうつもりじゃないわよ。私はてっきりあなたの貯めてた口座だと思って、嫁のお金で代わりに家を契約してあげてるってことだったのよ。忙しい二人に代わって一緒に住む家を見つけてあげただけ。私の理想の間取りだし、そんなに悪い話じゃないはずよ。どんだけ勝手に勘違いで話を進めて妄想してるの？あなたがしたことはただの犯罪行為ですよ。強盗です。そんな言い過ぎよ。私はそんなことしたつもりはないし、ちょっと嫁のお金を借りようとしただけ。貸すなんて私は言ってないんで犯罪ですよ。ただの窃盗をうまいこと言ってごまかさないでくれますか？待ってよ、みちこさん。大場さんに言って、ちょっとした誤解だったって。すぐに返済しろって言ってます。ええー、でも私は家のお金を払うことになってるし、このお金がないと困るんだけど。まだ払えてないし、払う約束しちゃってるし。すぐに返済しないなら窃盗罪で訴えるって言ってますよ。ええー窃盗罪？そんな大げさな。事実でしょ？人の家から勝手に通帳とカードを窃盗したんだから。わかったわよ。仕方ないから返すわ。じゃ、みちこさん。あなたの貯金をくれますか？はあ？嫁のあんたのその金をちょうだい。それでばあさんに返してあげるから。ふざけんなよ、ばあば。なんですって。いいから貸しなさい。お前に貸す金なんてないわ。こっちもちょうど家購入したところだし、貯金ないわ。え？家結局買ってたの？そうだよ、悪い？あなたに言う必要ないと思って言わなかっただけ。言わなかったけどこんなことになったし、ほんと最低の犯罪者さんだよね。犯罪者って失礼ね。私は私たち家族のためにやったのよ。あなたの行動は自分のためだけでしかないでしょ。適当なこと言うのやめたら？もう観念した方がいいと思いますけど。みちこさん、こんなのおかしいわよ。私はただ息子夫婦と同居したかっただけ。嫁が貯金を貯めてたって言うから、それを使ってみんなで暮らせる家を見つけただけなのよ。その何が悪いの？私たちは家族でしょ？
家族じゃねえわ、勘違いババア。え？誰も同居するとも金を渡すとも家を選んでとも言ってないし、結果的にあんたがやったのは犯罪。大場っていうあんたからしたら他人から金を盗んだってこと。これが窃盗じゃなかったら何だって言うの？それは、結果だけ見たらそうかもしれないけど、これまでの流れを知ってるでしょ？私には悪気なんてなかったってこと知ってるよね？悪気なくこんな行動するんだから間違ってるよね。結局、窃盗で逮捕されて全額返済することになるんだからもう諦めて。待ってよ、逮捕はまずいでしょ。全額返済もまずいけど、逮捕なんてされたらどうしたらいいのか。言っておきますけど、私もカズヤもあなたの身元は引き受けませんから。え？身元保証人になる気もありません。あなたとは完全に縁を切るつもりです。縁なんて切れないでしょ。私とカズヤは親子なんですよ。子供は親を選べないって本当ですよね。ここまで来るともう逆にかわいそうです。これでもう、カズヤはあなたとは縁を切るわ。もうこれで完全に、今後は他人ということでよろしくお願いしますね。犯罪者と親戚なんて最悪だし。そこまで言うの？私はカズヤの母なのよ。あんたみたいな女のせいで縁を切ることになるなんてありえない。許さないからね。私のせいじゃなくて自分のせいだっていい加減気づいたら？自分が犯罪行為を犯したせいですよ。もう私には何も言えることはないですね。クズ犯罪者、二度と私たちに関わるな。結局、姑の恵子さんは、美智子さんの大叔母さんに訴えられ、前科もついてしまって、地獄を見ることになったのだとか、親戚からも息子からも完全に呆れられてしまって縁を切られ、盗んだお金と賠償金を支払う羽目になったんだそうですよ。さらに、家を購入の契約をしたものの、相手は悪徳不動産。頭金はすべて取られて、返金はされず、しかも欠陥住宅で詐欺で騙されていたようで、売ろうとしても売れず、安く不動産に引き渡すことになってしまったんだとか、支払ったお金はそのまま借金として残ってしまうという自業自得の結末になり、多額の借金を背負ってしまったようです。美智子さんは縁を切ってそのまま新居で平和に暮らし、住所は教えず二度と会わないことを夫婦で決意したんだそうです。恵子さんが今どこで何をしているのか誰も知らないみたいですが、きっと幸せな暮らしはしていないだろうなという予想なんだとか、あそこまで最低な人間だと、ここから更生するのはなかなか難しいかもしれませんね。